クイズ。全国高校ラグビー國學院久我山高校は抽選で東京第一代表になったよ。その方法とは、封筒だよ。決勝戦は東京高校と12対12、先に東京高校の主将が左の封筒を選び、残った右の封筒に当たりがあったんだね。